はい、今回のスタート地点はですね、もう分かりますよね、中山バイパス。まあ一番多いですからね、ここがね、雨ですよ、雨。ほんで、今日はですね、10月の17日、時刻はね、5時3分。それでですね、急遽出てきたんですけどもね、今日はね、何軒かね、買い物に行くんですよ。買い物してても大したことないんですよ。まずはね、そこにほら、コスモスってあるでしょ。そこでね、にちょっと寄ります。それで、あれですよ。編集ではパッと帰ってきますからね。まあ、とりあえずですね、とりあえずじゃないや。鹿児島のね、ちょっと待ってください。今調べてみましょうかね。ちょっと待ってくださいね。鹿児島、今日の日没。あら、5時43分ですよ。今日の日没は。まあ、いつの間にかあれですね。6時を切ってましたね。ですから、あと50分ぐらいでもう日没。っていうことですよね。それでですね、その日没と関係あるんですけど、もうほら、私の動画は大体が昼間でしょ。真っ昼間。それでですね、やっぱり夜の風景もと思うんだけど、いや、そうですね、夜の鹿児島。っていうかその、天文館とかね、ああいう繁華街という意味じゃなくてですよ、こう、夕方からこう夜になる。ところをずっと撮ろうかねとこう思ってた時に、しかも今日は雨でしょう。だから、まあ、近くのですね、まあ、いつもの定番コースなんですけどもね、それもやっぱりあれしとこうかって、あれしとこうかっての、ここちょっと左、ここに止めますからね、ここすぐ帰ってきますからね、ちょっと待っててくださいね。あ、これぐらいはね、私はね、傘差しませんよ。はい。早かったでしょう。5分ぐらいですかね、いたのはね。はい、こっからですね、右に行きます。雨の日ね、もうちょっと降ってもいいな。こん前もですね、ちょっと待ってくださいね。雨の日にちょこっと、昨日もね、ちょこっと撮ったんですよ。そしたらね、やっぱりね、この、ほら、フロントガラスに張り付く程度。これはやっぱりね、少し流れた方がいいですね。もうちょっと流れた方がいい。まあ、だけど、相手は自然ですからね。だから、もうちょっと降らせっこいやーいとか、にゃ、これぐらいでよかかもなーとかっていうあれはですね、リクエストは聞きませんからね。雨の神様にはですよ。そいでですね、私さっきも言いましたよね、門限かですよ、だいたい6時なもんですからね、いわゆる渋滞時間その辺にはね、あんまり遭遇しないんですよ。だけど、パッと今見たところ、ここ右行きます。どこかな、東谷山中学校の生徒かもしれませんね。部活かなんかなのかな。普通はですね、その下校時間帯になるとこうドーってこう一クラス分ぐらいずつですね、極端な時は学年の何割かがっていう半分以上がっていうのもありますけれども、まあ今のところはあれですね、生徒さんの姿は見えないみたいですけど、
この前もそのあれですよ、雨の日を撮ったんですけどもね、ちょうどやっぱこう、ワイパーがスッスッってこうなぜてから、向こうがこう見えて、しばらくして、そうですね、これぐらいの感じで、今日もすぐ行きますからね。またこうフロントガラスに雨がこうっていう感じ。前はですね、ここにフロントガラスにですね、ああ今ここは小学生が帰るとこですね、フロントガラスにですね、何け、撥水効果がある、何だったっけ、ガラコ、なんかそんな名前のですね、あれをこう塗ってたんですよ。ほんで雨、このワイパーがなくてもですね、視界を妨げないように止まりますからね。ここ右行きますっていうのをしてたんですけどもね、やっぱりほらワイパーをこう動かすとですね、取れてくるんですよね、それが、皮膜がですよ。でそれともう一つはなんかこう、フロントガラスがちょっとギラつくんですよ、白くね、こうワイパーがスーっていったところをですね、白くなるもんですからね、光るもんですからね、もうそれでもうやめたんですけども。私の友達で、もう何十年も前の話ですけど、車に凝ってる人がいてですよ。もうさあね、あれが、ワイパーがいらんぐらいですね、の車に乗っててですよ。ほんで、こう、なんですかね、ワイパーがあれは、ちょっと待ってくださいよ。ああ、信号ですね。ごめんごめん。あれが、ワイパーを使わないで、こう、水、あの、こう、フロントガラスの水滴がバッてこう、行くのはですね、なんかね、ちょっと、調子が来るんですよね。そういうのに乗り慣れてないとですよ。ほんで、ブレーキをちょっとこう踏んだ時なんかにですね、ちょっと待ってくださいね。はい、ありがとうございます。時なんかにですね、ちょっとほら、屋根に少しこう、まあ、たまるっていうか、あれしてた雨水がドゥーって前に来たりですよ。へえって思いながら見てましたけどもね。で、そういう人は大体が車を大切にしますね。さっき私が言ったみたいに、こう、そのガラコならガラコの皮膜が取れるって私は言いましたけど、もう取れそうになると、やっぱりこう、掃除をされるんですよね。でもですね、私はね、昔からそうだけど、車はね、なんていうっけ、道具、要するに A 地点から B 地点に、私を運んでくれる道具だと思ってますからね。粗末にはしないけど、必要以上には手を加えないんですよ。それで、わあ、嫌だって思うか、女の人は思うかもしれないけど、だってしょうがないですもんね。いやいや、もうね、大切な時間をね、車の掃除にね、かけられないっていうような、昔からですよ。あれですよ。昔っていうのはほら、50年ぐらい前だと、中古車とはいえですよ、自家用車って言ったら、やっぱりこう、みんながこう、大事にする頃だったけど、鹿児島に灰が降ってもですよ、灰をきれいに落としてからまたワックスをかけるとかですね、されてるわけですよ。日曜日に1時間ぐらいかけてかな。で、私はもう、その時はもう、寝てるかなんか作るかですね、あれだったんだけど。まあだから、わあ、嫌だっていう人は、
もう本当、車からなんから、部屋からですよ、綺麗にされてると思うんですけどもね、小綺麗にっていうんですかね。でもあれですよ、私は部屋はですね、小綺麗にしてますよ。でないとですね、道具とかほら、ネジがどこにあったかなーっていうのは分からなくなりますからね。だけど、車に関してはですね、そういう具合に A 地点から B 地点。それで、今私がこう、いつもこう、ドライブ動画を撮ってるこの車もですね、内装はですね、ベージュ色だったんです。レザーじゃないな、ビニールレザーですかね。ほんでそれはね、それで走ってたらですね、反射するんですよ。だからですね、ちょっとそれだとあれが、ちょっと待ってね、この車どうするんだろう、まっすぐ行くんだろうか。ああ、行きますね。いやいや、急にこう来る時がありますからね。もうそう言ってる間にだんだんほら薄暗くなりましたね。今ね、5時18分、ですからね、さっきのあれですよ、ベージュのやつをですね、ペンキを買ってきてですよ。ビニールにも貼れる、いや、濡れるペンキっていうのがあるんですよ。そんなに高くはないんですよ。で、それをですね、買ってきてですね、ローラーで、こう、ギャッ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 してですね。ほんで、ソイとかですね、100円ショップで、あれは何っけ、今ここにも、してあるんですけど、何っけ、フェルト。100円ショップのフェルトを買ってきてですね、それをね、あれで、ボンドで接着してですね。いや、どうすんの、そんなに、してって、下取りが、査定がゼロになるがねっていうけど、もうこう乗り潰すつもりですからね。で、ついでに言いますとね、これね、来年の2月で車検。ほんで、私はもう、あと3年、で、免許を、返還しますから。この車を乗り潰しますよ。まあそんな話をしながら、まあこう来てるんですけどね。あれ。何やったっけ？ 何やったっけって分かりますよね。何だっけっていうことです。何だったっけってやつ。で、今、ライトをつけますからね。これからね。そうそう。あれですよ。まあ、話変わるんですけども、今ね、前にほら、電光掲示板がありますよ。10月23日、照久地震車、た、ん？まあ、要するに国道は通行止めって。照久に谷山って書いてありますよね。照久に付近谷山ってどういうことっけ？まあ分かりませんけども。まあ、それのね、左側。今ね、工事中のね、あれが、フェンスで囲まれたのか、囲まれそうになったのか分からないですけどね。囲まれてますね。あそこにですね、なんかできるみたいですよ。何やったっけ？内科なんですよ。なんか。だからこのおまかせテレビを始めた頃はですね、モスバーガーがいました。そこにはですね、モスバーガー。ほんでそれがこうなくなってですね、で今度また何かが立つんです。だから不思議なのはですね、モスバーガーさんが撤去した後にですよ。ということは、まあ素人考えからすると、あそこはちょっと商売が、には向かない場所なんだなと思いますけど、別の人から見ると、いや、あそこでこうこうすればあれなんだって、十分に採算が取れる場所なんだっていう、あれをされたんでしょうね。
なんか面白いですよ。面白いというか、それまではほら、そういうところにこう店がこう、立ったとか、撤去したとかっていうのを、あんまり気づかなかったけれども、それからその場所が、場所を、あ、次のですね、信号を右行きます。場所がですよ、そのいわゆる経済と結びついているっていうのなんかにですね、気づき始めましたね、だんだんね。これはね、あれ、おまかせテレビをしてのあれですよ。してなかったらもうそういうの気がつきませんかも。だいたい私はああいうその、モスバーガーとかああいうところに行きませんからね。ですからね、だけど大事なことですよね。鹿児島市内のこの、変貌ぶりっていうのと、それとあそこに、その前はね、モスバーガーの前は内科やったんですよね。内科でしたよ。すいません。内科でしたって、あれ、知ってる人がいたらここにコメントをください。うん。いや、だけど、おまかせテレビを始めた時はモスバーガーだったような気がする。まあそういうあれですよ。またちょっと話変わりますけど、ちょっとこれ雨の風景っていうような感じじゃないですね。雨粒が見えないといけないな。今ね、このモニターとですね、それから実際のこう肉眼で見た時とのね、明るさを見比べてるんですけどもね、ちょっとこのこれのほら、これのほらって顎でちょっとこう顎で指差しはしませんね。顎で指したんですけども、モニターとするとですね、モニターの方がちょっと明るいかなって感じします。あ、あれですよ。今ね、5時24分だけど、鹿児島の様子にほら、平常時の、渋滞状況っていうのが、いわゆる鹿児島、あれなんですよ。ワースト1。日本で一番。日本で一番だけど、自慢できる一番じゃないから、ワーストというのはついてるんですけどもね。これぐらいですよ。このね、私の後ろにもね、今バックミラーで見るけどね、10台ぐらいね、もう連なって。それでね、まあですからあれですね、皆さんには、一般の人にはこういう渋滞、映像というのは退屈かもしれないけど、10年後20年後ぐらいの人が、鹿児島のその渋滞状況を見るにはいいかもしれませんね。そういうつもりがあって、撮るあれじゃないけども、結果としてもそういうような、俺はここもずっと並んでるでしょ。だからここね、今日後から言うんですか、半ズマンが出てくる時ですね、ここをあれするのにね、結構ね、2信号ぐらい待ったりするんですよ。はい、ここがですね、直角に交わるこの左右、ここは産業道路です。で、金属団地っていう交差点目になってますけど、本当昔はですね、こういう自動車、コンビニの方は日産の中古車のあれですけれども、こういうのはなくてですね、本当に金属関係の工場がずっとありましたよ。でもほら、右の方はもう第一交通ですもんね。第一交通の交通事業部と不動産事業部もあるんですね。それで、ここの信号まっすぐ行くとですね、そうですね、200メーターぐらい先かな、
マリンポート鹿児島がありますからね。左に行きますね。他の県外を走ったことほとんどないですけど、まあ私なんかまあこののたっとしたこの のったりっていうんですかね、別にその行為の渋滞とも思わずに、ただ思うのは、この「おまかせテレビ」を見てくださる方が渋滞だな、渋滞と思うんじゃないかなと思うから、私はよく渋滞っていうのを使うんですけどもね、個人的には別に渋滞と思いませんよ。日常だと思いますからね。ここ左行きます。あ、前の方にです。前の方は南港なんです。港。だから向こうに、ね、ちょこっと船が見えますね。はい、ここ左行きます。で、今日はその買い物がたくさんあるって言いました。何か所かなっていうのはですね、ここのですね、ここですね、オプシアミスミ。もともとはほら、もともとって面は本屋なんです。本屋ブックスミスミですね。だけどいろんなね、店舗が入ってるんですよ。それでですね、今日はここでですね、どこに行くかというとですね、ぐるっと回りますよ。いや、やっぱりほら、正面の、今から行きます、私はここに行きますというのを見ていただこうかと思って、ここを右折しますからね。はい、こういう状態ですね。はい、マックスバリューに行きます。そしてですね、生麺タイプのですね、鹿児島の有名店のラーメンを買ってきます。おいで、今日はですね、マルチョンラーメンか、それかザムンラーメンかですよ。こん前の2つあれ食べましたからね。あ、濡れていきますよ。じゃあもう今日はここでお開きにしますね、この動画はね。はい、ありがとうございました。